はい、皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。ということでおしりマンの晩酌、早速始めていきたいと思います。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、キリン一番搾りです。これ美味しいからね。では早速いただきます。そしていつものように健康第一ジョッキについていきますよ。はい、こんな感じです。まあまあいい感じに入りましたね。では早速いきましょう。全国の皆さんご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うあ、めっちゃうまい。よう冷えてるわ。そんな感じです。はい、そして今日も屋台横丁で焼いていきますよ。焼く前にまずはこれからでしょう。はい、今日の一品目はこれ、お刺身の盛り合わせです。もちろんスーパーで買ってまいりましたよ。美味しそうですね。では早速いただきましょう。はい、まずはこのサーモンからいただきますよ。めっちゃいい色してるね。トロトロやね。これはうまいですよ。もう間違いなく。そこに刻みわさびを乗せますよ。そしていただきます。もう完全にうまいから間違いなし。はい、いただきます。うん、わあ、サーモンがとろける。しかもこのわさび、刻みわさびがめっちゃサーモンの甘みを引き立たせます。そんな感じです。はい、そして次は本マグロいただきます。これめっちゃ美味しそうやね。いや、今日の刺身美味しいそうやと思ったら、やっぱりこれスーパーじゃないみたいです。嫁さんからなんかクレーム入りましたよ。これは阪神百貨店で買ってきたいみたいです。では早速阪神百貨店のお刺身に刻みわさびをのしていただきましょう。めっちゃうまそう。はい、いただきます。うん、やっぱりビールが進むくん。そんな感じです。はい、そして次はタイをいただきますよ。このタイ、多分ですよ、愛媛のタイやと思います。まあ確証はないけどね。でも美味しそうやから多分愛媛県のやつやろと俺は思います。もちろん醤油につけてこの刻みわさびをのして、はい、そしていただきますよ。もう完全うまいし、やばい。はい、いただきます。うん、ビールに合う
合いすぎてうまい、そんな感じです。はい、そしていよいよ屋台横丁のスイッチを入れますよ。スイッチオン。では少々お待ちください。はい、そしてもちろん今日焼くのはこれ、鳥吉の焼き鳥たちです。では少々お待ちください。はい、では早速焼いていきますよ。まずはこれ、桃ネギですね。これ美味しいからね、桃ネギ。そして次はぼんじり。ぼんじりもうまいからね。そして心、そしてずり、そんな感じです。もちろん一番人気の鶏皮はどうも売り切れだったみたいです。はい、そしてぼんじりが焼けてきたんでいただきますよ。これめっちゃうまそう。見てこの色。もちろんビールが進むくん、そんな感じです。素晴らしいわ。はい、ではこの心もいい感じになってきたんでいただきますよ。ちょっと暑いからね、気をつけないと。うますぎてビールが進むくん、進みすぎて1本目終了、そんな感じです。めっちゃうまいわ。はい、2本目はいつもの本気にいただきますよ。そしていつものように YouTube チョッキについていきます。はい、めっちゃ泡多いけどチャンネル登録お願いします。そんな感じです。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、そしてこれ、これは鳥吉でサービスでもらいましたよ。この190円のやつ、これ何かっていうとフライドポテトみたいですけど、これも炙っていきたいと思います。はい、フライドポテトも炙るとうまいからね。こういうさ、まるまるとしたフライドポテト、うまいね。本当に。こんな感じです。こんな感じで、うまそうやね。はい。この桃ネギがそろそろいい感じで焼けてきたんで、いただきますよ。これ絶対うまいよね。はい、あふ、
ちゃ熱々。熱々やとビールがやっぱりうまい。そんな感じです。はい、いただきます。これめっちゃ美味しそう。あ、わ、お、めっちゃホクホクしててうまい。そしてビールがすぐに。はい、次はこれ、心いただきますよ。やっぱりね、こういうやつはうまいからね。うん、熱ビールがあったら最高。そんな感じです。本当うまいわ、ビールがあると。はい、ではいただきますよ。めっちゃ美味しそうやね、これ。超美味しそう。うん、うわ、ビールが進むくん。そんな感じです。よくわからないけど2本目終了。そんな感じです。はい、サルキジです。ユーチンさんね、このビールはなんか朝日さリッチって言って結構おいしいビールですよ。それはどうしたかっていうと、そこのオーバーハンオッパハンガーもめっちゃやばい感じで、これサルケチ君新しいビールやから飲んだらどうなのって言って、もうわけもわからず おすすめしてきましたよ。僕はね、もうどうかと思ったんですけど、この朝日ザリッチもともと好きなんで、まあおばはんに言われなくてもちょっと飲みたいなって思ってたんで、今日飲んでみましたよ。そしたらやっぱり美味しかった。それがサルキチ君の見解です。ただね、今日あのおばはんが俺に優しくしたんで、多分明日は雨です。ごめんなさい、全国の皆さん、ごめんなさいね。もう明日雨でもうやばいですけど、しかも大雨なんでね、やばいですけど、それはサルキチ君のせいじゃなくって、そこのおばはん、おばはんのせいですよ。それだけは一応言っときます。そんな感じで今日もちょっと嬉しいサルキチ君でした。以上。そんな感じです。今日はやばいけど美味しい焼き鳥いただきますよ。そんな感じです。うん、うまい。はい、そんな感じで、なんか嫁さんにもうちょっと紹介しろって言われたんで紹介します。この240円のこんなのもあります。それからもちろんいつもの野菜ジュースもあります。そして
免疫力を高めるために R1 もあります。そんな感じでごめんなさい、今日はそんな感じでなんかやばい感じで押し付けられた感じで終わります。そんな感じで今日も見てくれてありがとう。今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。そんな感じでよろぴくー。